外野手が4番1塁で先発出場していた8日の阪神戦で負傷退場した。3回一死満塁で3ゴロを放ち、一塁へ全力疾走する際に一塁ベース手前で右腰を押さえ、一塁を駆け抜けたところで倒れ込んだ。中田は立ち上がれず、担架で運ばれてそのまま退いた。この試合の初回には、1番、中堅で先発出場していた五十幡亮太外野手が、左ハムストリング外側部の違和感を覚え、途中交代。初回表に阪神の先頭、近本の中堅後方への打球を配送してジャンプするも捕球できず三塁打とし、この時に違和感を覚えたと見られる。その後は守備機会なくチェンジになってベンチに戻ったが、打席に向かう前に栗山監督がベンチを出て代打、宣言をコール。打席に立つことなく途中交代し、球場が騒然となった。かわしてですけど、その後に菊池も手が外してるんですよ。ほら、足はついてるし、これ、そうですね。この辺を審判がどう